で本当に申し訳ないというぐらいの鮮やかな、はい、うん、作りましたね今の枠。これで1万5500点差、うん、あと8万9万点ぐらいですか、うん、さあ親番大井に移りました。トン4局のスタートドラマ、いいね、嘘赤嘘を抱えている大井、うわすごくいい、数万が入れば無敵だ。そうですね、なんちゃ黒沢今回も苦しい、今一撃大物って狙いに行くか、なんかできましたね。シャーチャーウォータにシャーが重なります。小林は単品系、ここまでね大井さん苦しかったんです。やっぱり親でこういう手がしっかり入るっていうのはね、はい、なんかこんなこと言ったらオカルトかもしれないですちょっとスター的なのをどうしても感じちゃいますよね。しばらくダメでね、なんか存在感なかったとしても、必ずどっかで手が入ってくるっていうね、うんうん、なんかレジェンドクラスには本当なんかそういうのないですか。うん、まあありますよね、なんか見せ場があるっていうか ね、うん、そのまま終わんないというか、うん、この曲数ワン三山なんですよ、で三層も三山なんで、いやここはあまりにも悪くてちょっと悩む、方向性で悩みますね。二役統一になりましたね。はい、魚谷です。どちらも場には出ていません。初とシャア、大井の欲しい酸素が1枚減りましたが、まあ、まだまだ希望が持てるこの手。来た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 、もういいシャンテンじゃないですか。数万山さんとおっしゃってましたよね。そうで G1 は山2枚だけど、うん、ペン G1 はね振り替えたいって思ってるはずなんでね、ダイレクトに入んない限りはね、うん、落としていきそうなメンツですよね。うん、G1 はネックにならず落としていく可能性もあります。うん、マンズ切るかチーソーですね。マンズ横ね連続系なんでちょっと伸ばしたいなっていう感じですかね。小林がチュンチャンパイ目いっぱいで打ってるんですね。うん、珍しいですよね。うわぁこの変化、まあ、9万ですか、まあ、9万からいってもう、まあもね、ちょっと山井さん興奮してください。え、すごいの引きましたよ。とんでもない牌引きましたよね、はい、本当に早い順目だと Q1 から切ってパーマンの重なりでも備えるんですよね、ええ、順目が深い時は守備も考えてリーチに備えて Q を残すんですけど、マンズマンズスーマン何リーチダマ点あるけど基本はリーチか、リャンウーパーソーパーソーまで1枚飛んでるんですよね。でもリーチそうですけどね、リーチかけました。リーチタイヤをピンクドラ赤が確定してます。そしてウーパー層の方で上がればなんと3色もついてくる。はい、1万8000積もれば8000オールからとんでもない手になりましたね。ハイパイも良かったけどハイパイとツモの両方が良かった。はい、何これリーチ一発もタイヤピンクドラ赤、はい、6000オール。ここで一撃決めたのは大井隆晴です。高春の低音ボイスやばいっすよね。6000オール。そう。